全員集まったようだぞ。さて、うん。ですが、そこなら。よし。何しようか。一行が降り立ったのは、生きて帰ったも来る者を迎迎する。なあ。わかってる？さて。ねえ。あ。うん。大丈夫。けど。じゃあ、行こっか。注意しろよ。敵はまだいるみてえだ。注意しろ。本当か？準備はいい？たく。ねえ。英雄たらんとするものよ。おい。なかなかいいじゃん。頑張ってね。頼んだぜ。あ、構えて。行くぞ。これで。怖いけど、どうしかない。いつでもデストロイヤー。
一緒に騒ごうぜ。任せたよ。大丈夫、行くぞ。相手をよく見る。皆の力を貸してくれ。この力を。サムライ。どうデストロイヤー。落ち着くか。俺に続きな。やろう。恥ずかしこの力で。タキゲンマリア。確認しないとね。
ってるからね。だが見事です。果たすのです。では、そうね。そうだな。うん。ねえ、じゃあ、わかったわ。行きましょう。期限まで。それに、神王が決する英雄の日まであと15日。ほら。行こう。全部壊しちまう。さて、行こっか。うん。さて、行こっか。お前は。どうする？よし。任せとけ。任せておけ。お、いいじゃん。いいですね。いいわね。任せておけ。さて、行こう。さて、気にしても、そこならやってやるか。何しようか。
そういや。海を渡り見えてきたのは竜宮神殿、竜神エトの祭壇であり、今の世とは異なる別の歴史の痕跡を抱く秘跡である。人間に疲れたドラゴンの恐ろしげな咆哮は止んだものの、奥深くからは未だ禍々しいマグラの気配が絶えていない。凱旋者は神殿が鎮座する島を再び踏みしめる。それは、なるほど。それな、まさか。確かに。よし。ありがとう。いいか、それは。なるほど、うん、気をつけて。ありがとうございます。待って。くそ。どうも。とはいえ、どうやら。どうする？どこにしようか。任せろ。たく。違う。ああ。
ったら。望むところだ。まあ。もちろんだ。大丈夫。構えて。じゃねえくらいだった。俺に続きな。この力を見よ。我々の結束は。覚悟はいいか。やれやれ。合わせていくぞ。この力を。これで終わりだ。諦めないで。精霊の力を打ち砕け。倒しきれんか。貴族として合わせていくぞ。力を合わせて。往生際が悪い。落ち着いていく。王者の魂をここに。光よ。倒したの？本当に？よし、うまくいった。また強くなったよ。力がついたな。しゃあ、強くなったぜ。すごい。なあ、ダメ。ああ。だが。見事だわ。待って。もう。しかし見事です。行きなさい。行きましょう。
どうする？よし、期限まで。それに、さて、神王が決する英雄の日まであと14日。ほら。どこにしようか。さて、どこにしようか。行こう。集まってもらったのは金を配るためじゃない。みんなを仕事に就かせるためなんだ。ちゃんとした仕事があれば誰かに頼らなくても生きていける。それに誰かの都合に振り回されなくていい。自分で自分の生き方を決めてよくなるんだ。ねえ、何がしたい？どう生きたい？本当はみんなあるはずだよ。そこへ一歩ずつ近づくんだ。ここをその始まりの場にしよう。そう言われてもな、誰がパリパスを雇うのさ。それだが、俺のいる工房の親父さんがな、キャゼリナの頼みなら来てもらって構わねえって。でも私たち、そんなところで働けるような腕もないし。分かってる。だから勉強できるようにするんだ。
ここに小屋を建てて先生をやる。読み書きと計算を教えてもらえることになったんだ。それから木工細工や針仕事、簡単な薬の調剤なんかもだ。知識や技術を身につければ工房や紹介に斡旋する。なのいいから金くれよ。仕事だ勉強だめんどくせんだよ。手っ取り早く金くれりゃいいじゃんか。誰かからもらった金であんたは何日安心できる？使い果たしたらどうする？いつか誰かを待つの。飢えて死ぬまで。そんなのくれなきゃ奪えばいい。金持ちから奪えってお前も言ってただろ。今のキャゼリナは違う。うん、言った。でもそれは間違ってたんだ。本当にごめん。奪えば奪われるだけ恐怖と憎しみが増える。不幸を誰かに押し付けるだけだって気づいたんだ。みんなはそんな自分誇れる？私は誇れないってそう思った。だからさ、誰かから奪うんじゃなくて欲しいものは自分の手で作り出そうよ。変わりたいって気持ちさえあれば誰でも受け入れる。この場所から一緒に自分の未来を描くんだ。あのさ、俺革職人とかできるかな。私服を作ってみたいんだけど。家族のを作ろうってたからできるかもって。子供たちにも教えてやりたいな。頑張って勉強するから俺にも先生やれないかな。だよてめえら。けどよ、俺みてえなクズが変わるって言っても。変われるよ。やりたいことを聞かせて。なければ一緒に考えるからさ。海ってやつ見てってガキの頃から。じゃあ計算を学びな。それができればブライハーベンの商人に紹介できる。みんなの話を聞くのまだまだかかりそう。すっごく興味を持ってくれたみたいで。世間はパリパスに厳しいって思うけど、あんまり不安にも思ってないんだ。だってもうすぐあんたが王様になるでしょ。だったら絶対パリパスも生きやすくなる。期待に応えなきゃな。待ってるね。私も未来に備えてもう一頑張りしてるから。もちろんあんただけに頼るわけじゃないよ。みんなで一緒に協力し合って変えていく。王様なんていらないってのが理想かもね。世界を変えるのは一人の王様じゃなくて私たち全員なんだからさ。確かにそうかもしれない。そうだよ。誰だってきっと自分の世界を変えられる。私たちの道は違う。だけど一緒に戦ってるよ。苦しい時、寂しい時は私を思い出して。どこかで私も戦ってるから。あんたが王様になってもその先もずーっと仲間だからね。信念を貫く賞金稼ぎキャゼリナ、格闘家の美徳をなお強く抱き続けるもの。彼女との絆の結実によってその最上の英雄像があなたに目覚めたようです。彼女からもたらされた新たな力であなた自身の宿命を必ず果たすのです。でっかい夢もこの拳で勝ち取るの。キャゼリナ、ご飯差し入れだって。すぐ行く。ねえ、あんたも食べてかない？ちょっと早い。王様おめでとうの宴。
神王が決する英雄の日まであと13日。死ぬなよ。行くか。なんで壊しちまえ。